皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。今日の用事ここじゃなかったですけど、ちょっと見回っていたらすごい隠れたところにゴーストとゲンガーのマスタートレーナーがいて面白かったんで見ていこうと思います。なんでめちゃくちゃ隠れてるんだろうね。ほらここめちゃくちゃ隠れてるよね。人見知りなのかな。でゲンガーも建物の裏なんですよ。不思議、なんでだろうね。まあ、とりあえず移動しますね。来た、10番道路。今日はコラッタマスターとラッタマスターに向かおうと思ってます。さっきのゲンガーとかゴーストか、ゴーストのマスタートレーナーはここに来る途中で飛んでる時に見つけたんで寄っちゃいました。そういえばまだ151匹のマスタートレーナーがみんなどこにいるのか私分かってないんで探しながらやってるんですけど、不思議なところにいるんですね。びっくり。まあ、とりあえず今のコラッタの強さだとレベルも上げてきたんで、前一回ね戦った時みたいななんかボロクソな負け方はしないと思うんですよ。で持ち技も確認しながら飴どこに入れようかとか戦い方とか気にしながら一戦交えてみようと思います。もしかしたらこれで勝てるかもしれないんですよね。と言ってレベルが79でかなり上げてきたんでいけるはず。光の前は電光石火で先手一応一回だけ取っとこう。お、結構入る、避けてる頭突き。あ、えらい。どっちが早いんだろう。向こうが早いんだ。頭突きって先制技じゃないですよね確か。そっか、速さ足りないってすると、これは速さの飴が入れられれば入れた方がいいですね。どうしようかな。攻撃も上げられたら上げた方がいい気がするんですけど、私力の飴持ってないんですよ。どっかで取らなきゃいけないんですけど取ってないから、今ね0個だと思う。もう一回やらせて。いろいろやってきたんで多分あなたに勝てるんじゃないかと思うよ。速さ上げて、で防御の守りも若干入れられたので上げてきました。これでダメかな。怒りの前歯やって電光石火が先制攻撃だと思うから、そっちでなんとかできればレベルはもう上げなくてもいけると思うんですけど、いけないかな。怒りの前歯、さあ行くんだ。おお、これ勝てるかもしれ、え待って、勝てるかもしれないって言おうとしたけど麻痺。え、電磁波持ってるの。予想外、完璧な予想外。麻痺がついてるけどもう一回いけるかな。頑張ってこらった。よし、あ、気合で治ってる。いい子すぎる。なんて優しい子なんでしょう。もう一回光の前歯は半分削って、よし、でも電光石火にしよう。怒りの前歯って、相手の HP 半分ずつ削っていきますよね。よしよし、もう大丈夫だよ。電光石火にしよう。必ず先制取ろう。40か。でもこれ半分なんだもんね。40でいけね。40、あーやったー、40でいけた、よかった。いやー、短パン小僧に勝てました。嬉しい。しかも麻痺も治すし、偉すぎるよ。コラッタマスターもらいました。え、めっちゃ嬉しい。前来た時本当にボロクソに負けたので、この子で勝ててよかったです。よかったね。
もうすぐラッタになるんだよ君。あ、クンクン書いてる。そっか。じゃこの子をラッタに進化させて、そしてラッタマスターもこのまんま向かっちゃおうと思います。79を80にすればいいんですよね。でちなみになんですけど、実はね 4V の子で特攻と特防がかなりであんまないんですよ。攻撃の方で振れるんで良かったんですけど、 CP とかはもう速さ入んないんですよね。コロナ雨で今どれくらいだったかちょっと見ようと思います。私も忘れてる。攻撃141だったんだ。上げた方がいいかもしれないけど、やっぱり力の雨がないですね。素早さは272でもう上がんないと思うんで、上げるんだったら HP かな。 HP も上がらなかったような気がするけど、まあいいか。とりあえず80レベルに育ててラッタマスターに向かおうと思います。ありがとうコラッタ。よし、じゃあもう一回遊びに行こう。なんか逆走して戻ってくるの久しぶりなんで、岩山トンネルでめっちゃ迷ってコラッタのマスターのとこまで行ったんですけど、こっちから来るのも私としては珍しいですね。いつもこっち側から、何でしたっけ、10番道路の方とか行っちゃってたから不思議。逆走してる感覚がする。どうしようかな。ミュウツーに戦闘変えて、ブルーちゃんで多分一戦交えればお金ももらえるしレベルも上がると思うんで、その作戦で行こうと思います。今日はまだ戦ってないからいるので、よかった。噴水かい君。もうコラッタのまま噴水を君も見ることはないんだよ。ラッタになるんだよ。で前にコラッタを間違って B ボタンを押さずに進化させてラッタにした子いたんですけど、その子はそのままにしちゃいました。まあ、コラッタマスター一緒に戦ったこの子でラッタにして、ラッタマスターも勝てたらいいかなと思うので、とりあえずレベル上げてみようと思います。カメックスで最後メガ進化多分すると思うんだけど、まあ大丈夫かな。10万ボルトキーストーン、かっこいいよなこれ。ヒゲのところ触りたいな。てかこれヒゲなのかな、私勝手にヒゲだと思っているんだけど。角、顎の下、角、トゲ、どっちなんだろう。よし一発。ではこれでレベルも上がった。ブルーとの勝負に勝ちました。そしてお金もゲット。今お金貯めてるところなんでこういうの嬉しい。はっ、ディグダ君はまだだよ。でも本当に考えながらやらないと間違えちゃいますね。危ない。コラッタは A ボタンだよ。危ない。まあ、変わらずの意思がねあるソフトだったら私も持たせるんですけど、今作のレッツゴーは持たせられないですからね。気をつけます。さて、ラッタで、ラッタマスターもさっきの建物、ストーリー中にあの、何でしたっけ、壁壊してあった建物の中にいるので、近いし、このまま向かっちゃおうと思います。ごめん、ブルちゃん。あの、モンスターボール投げられても、今回はというか毎回、投げてくれるの嬉しいんだけど、そのさ投げてる4つ私欲しいんだけどもらえないんだよね。誰が片付けてるのねえねえ。本当にこれ誰が片付けてるんだろう。4つ投げたまま行くんだったら4つ手元に欲しいんだけどくれないんだよね。残念。できますか。一発でいけるか分かんないけど頑張ろうね。とりあえずこのまんまの状態で連れて行ってみようと思います。勝てるんじゃないかなってちょっとね予想してるんですけど、一発いけないかな。怒りの前歯の効果とさっきと同じく電光石火で押したい。ラッタマスター
もう短パン小僧なんだね。あ、まだも、そっか、ミュウツーのままだった。やってしまった。行き急いでるね。はい、オッケー。さあ行こう、もう一回。やったマスターです。男の子です。元気そうです。とても可愛い。私弟とか妹いなくて、自分がお姉ちゃんしかいないから、こういう子欲しかったな。行くぞ短パン小僧。よいしょ。このラッタはオスですね。ひげ長い。ほらほら、覚えたから見るようにしてるんですよ。行くぞー。あ、ステミダックル。おー、やば、怒りのない場選択でよかったのかなこれ。あ、でもステミダックルでもう一回追わされていたとしても耐えればいいんですよね。あ、電光石火だ。これくらいか。お、ステミダックル避けてる。耐えられなかったかな。避けちゃった。もう一回電光石火。これぐらい40でしょ。40。わー、ノーコール。あ、でもステミダックルだ。当たる。耐えろ耐えろ。きたー、勝った。やったー、一発。やりましたよ皆さん、一発。うわ、嬉しい。あの、何にも考えなくて一発で勝てたのって海竜の時以来なんで、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうラッタ。あ、悲しそう。なんで、ちょっぴり心配そう。あ、もう旅は一緒には行かないんだよってバレたかもしれない。でも本当にいい子ですね。避けてくれるし、もう大事に保管しようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた。See you!